フリバー・ピー・モートン・オリバー・ハザード・ペリー・スロック・モートンは、アメリカ合衆国の政治家、共和党所属。南北戦争期に、第14代インディアナ州知事を務め、エイブラハム・リンカーン大統領を熱烈に支持した。後世の歴史家の多くは、モートンを南北戦争期における最も優秀な、統治者の一人であったと評価している。モートンは、 戦後、連邦上院議員を10年間勤めた。1823年8月4日、モートンは、インディアナ州ウェイン軍において誕生した。両親は共に、デラウェア州出身のジェームズ・スロック・モートンと、サラミラーであった。モートンのファーストネームは、米英戦争で活躍した、オリバー・ハザード・ペリー大将にちなんで与えられた。モートンは3歳の時に、母親と死別し、 その後は母方の祖父母の下で育てられた。モートンは幼少期の大部分をオハイオ州で過ごし、スプリングフィールドの私立学校で教育を受けた。モートンは10代半ばの頃にインディアナ州センタービルに移り、そこで残りの生涯を過ごした。モートンはマイアミ大学とシンシナティ大学でわずかな期間を過ごしたが、最終的には 高校も大学も卒業しなかった。だがモートンは独学で法律を学び、センタービルで富裕な弁護士として成功を収めた。1850年代中頃、モートンは共和党に加わり、政界入りした。モートンは1856年に共和党の指名を受けてインディアナ州知事に立候補したが、敗北した。1860年、モートンは、 共和党の指名を受けて、インディアナ州副知事に立候補し、勝利を収めた。1861年1月、州知事ヘンリー・スミス・レインは、州議会から、連邦上院議員に選任された。モートンは、レインの公認として、副知事から知事に承認した。モートンは1861年から1867年まで、インディアナ州知事を6年間務めた。モートンは、 南北戦争中、北部を強く支持した。モートンは、北軍のため人員や資金を提供し、州内の南部支持者を悪者として扱った。1862年、モートンは、ペンシルベニア州アルトゥーナで開催された、戦争知事会議に出席した。モートンは、エイブラハム・リンカーン大統領の奴隷解放宣言や、戦争に対する、合衆国の取り組みを支持した。 1862年、モートンは、軍備増強のための徴税機関を組織するため、ヘンリー・ビービー、カーリントンに支援を要請した。モートンは、南部支持者、ゴールデン・サークル騎士団、民主党員などの、あらゆる対立者に対応するための情報ネットワークを構築した。モートンはその情報ネットワークの長に、カーリントンを置いた。カーリントンは、 州の治安維持には成功したが、その重報活動においては、恣意的な逮捕、言論の自由や、結社の自由の抑圧などが行われ、強権的な政治体制となった。1863年7月に、モーガンの襲撃が起こった際、モートンは、州市民軍に召集をかけた。この時モートンは、知事としての権限を超えた行為であると、民主党から非難を浴びた。 だが、モートンの評判は低下することなく、1864年に再選を果たした。モートンは1867年から1877年まで、連邦上院議員を務めた。モートンは極度の党派心の強さで知られた。1870年代、モートンは、共和党においてストルアート派の著名なメンバーとなった。モートンは紙幣に関する見解で、 議論を引き起こした。モートンは金に裏付けされない俯瞰紙幣の発行を容認する立場を取った。モートンは第41議会に工業委員会委員長第42議会から第45議会まで特権及び選挙委員会委員長を務めた。1876年、モートンは共和党において大統領候補に名乗りを上げた。だがモートンは 健康を害しラザフォードヘイズに敗れた。本選挙後、共和党は選挙結果に対する意義を申し立て、調査のための選挙委員会が設置された。モートンは、その選挙委員会で委員の一人となった。モートンは、共和党員として、ラザフォードヘイズを勝者とする票を投じた。モートンは1865年末頃から麻痺性の発作を起こすようになり、 両足が不自由になった。1877年、モートンは、連邦上院議員として、贈賄容疑の調査のためオレゴム州に出張した。モートンは、出張先において、別の発作を併発した。そして、モートンは、間もなく、インディアナ州のインディアナポリスにおいて死去した。モートンの遺体は、インディアナポリス市内のクラウンヒル墓地に埋葬された。 モートンは1845年に、ルシンダバーバンクと結婚した。二人の間には5人の子供が生まれ、そのうち3人が青年期まで生き残った。1922年4月、インディアナ州の大駅軍人らにより、ビックスバーグ国立軍事公園に、モートンの銅像が建設された。州知事時代の南北戦争での功績を称えたもので、あり、 除幕式は1926年6月16日に開催された。アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホール、コレクションには、インディアナ州の偉大な人物の一人として、モートンの彫像が展示されている。また、インディアナポリス市内には、インディアナ州議会議事堂の前とインディアナ兵士、水平記念塔の傍らに、それぞれモートンの彫像が飾られている。 ありがとうございます。